これなんかね、ルーキーズの話ですね。ルーキーズなんだろうなと思ったんですよ。佐藤健とディズニーランドに行ったって、パレードが止まったってやつなんだろうなと思ったんですけど、五十嵐潤志っていう人なんですか。僕この人知らないんですよね。ルーキーズに言ってたイケメン俳優らしいんですよ。五十嵐潤二か、五十嵐潤二さんですね。これが、この人が YouTube に久々に出たんですよね。家田倉庫の YouTube チャンネル出たで、40キロぐらい太ったらしいんですよね。でその姿がネットで話題、反響を呼んでいると。2004年に渡辺エンターテインメントの若手俳優集団 D ボーイありますよね。それでデビューした五十嵐は、2007年に出演した堀北真希主演花盛りの君たちイケメンパラダイスではメインキャストとして小栗旬や生田斗真と共演したほか、2008年にはルーキーズ湯船哲郎役で出演か。で13年に事務所を退所し芸能界引退したってことですね。結構早々に引退してるんですよね。その後六本木沖縄でしゃぶしゃぶ店やバーなどを数店舗経営したという、なんかガーシーみたいですね。なんかね、現在店を手放し浜松で飲食店で雇われ店長として働いて動画投稿を行っていて、 YouTube 五十嵐潤志のなんとかチャンネルってもやってるの。あ、この人も YouTube やってるのね。登録者数は8200人。あ、僕と変わんないぐらいなんですね。この人ビリビリもやってんのね。なるほど。ウルトラマン人気の高い中国でビリビリのチャンネルは18万人いるらしいです。まあ中国は人口も多いですからね。で太った理由、家田倉庫の YouTube チャンネル太った理由は、芸能人時代に痩せて持てた自分がいつか戻れるだろうぐらいの感覚でいたんで、それが太った原因だと思う。まあ飲食店やってますからね、太りますよね。その太ったことによって人の見る目はめちゃくちゃ変わりましたと言って、ルーキーズの時に好きだったなど過去形で言われることが多いと言われるようになったと。五十嵐さんはルーキーズのドラマが始まったぐらいの時に、何人かでディズニーランド行ったんですよ。メンバーは市原隼人、高岡壮介、城田優、あと佐藤健とともにディズニーランドに遊びに行った。佐藤健君をとか城田優君が、高岡壮介さんとか行くんだなってちょっとびっくりしましたけどね。なんかディズニーランド似合わなそうな感じですけどね。しかしすぐに周囲の客に顔バレしてしまい、パレードが止まるほどの騒ぎになった。ディズニーのスタッフが4人ぐらい僕たちの周りを囲うようになって、好きなのあったら乗ってくださいと言われた。であれ乗りたいですって言ったら全部出口から入って、乗りたいやつ全部乗させてもらって、そのまま逃げるように帰りましたと特別ルート案内された。まあそういうこともあるんですね。でネット上では、見た目が変わってびっくりしたけど人柄の良さが伝わってきてファンになったと。なんか不思議とがっかり感がない。五十嵐くんの人柄がいいんだろう。笑った子がルーキーズの湯船くんので嬉しい。喋りがめっちゃうまい。愛されキャラなど好意的な声が相次いで新たなファンを増やしているようだと。で芸能界に復帰する、気持ちがないっていうことを言って、太ってて仕事のオファーが増えたとも明かしていると。ありますね。8300人ですね。でもまあかっこいいですけどね、太っててもね。この人ね、太ってるって言ってもまあかっこいいですよ。全然やっぱりやっぱイケメンです。でね、まあそういう話なんですけど、たけるくんと一緒にディズニーランドに行って、ね、ざわざわしたというか大騒ぎになったみたいな話なんですが、僕はなんかちょっと前なんかで見たのかな、ルーキーズ出てて一番の出世頭が佐藤健くんだっていう話なんですよね。だからそりゃそうだなと思ったんですよ。確かになって思って。でね、僕やっぱすごいなと思うのは、佐藤健くんっていうのは、まあ、芸能人だからってのもあるのかもしれないけど、こういうね、昔かっこよくてもこんなに太る人もいるじゃないですか。40キロとか太る人もやっぱザラにいるわけです。まあ、40キロってのは多すぎかもしれないけど、20キロ、10キロ、20キロ、30キロぐらいはよくいるじゃないですか。歳とともに太る人って。でも、佐藤健くんっていうのは劣化しないのが僕すごいなと思うんですよ。ますますかっこよくなってるなと、昔のやつに比べてね。で、なんか小栗旬くんとかも、まあかっこいいですけど、小栗旬さんもね。かっこいいですけど、昔に比べるとちょっと劣化してるじゃないですか。花壇なんか出てる時はすごく可愛らしい感じですけど、今やっぱりちょっとね、個性派俳優みたいな感じになってきたりとか。そうですね、まあルーキーズの人たちもね、やっぱかっこいいですけど、プラス方向にあんまりかっこよくなってる人ってあんまりいない気がするんですよね。
年齢の割にはかっこいいなみたいな感じじゃないですか。イケオジになったなみたいな。この前のなんだっけ、あの男組復活じゃないけど、やっぱ50代になったらなったでイケオジだよねって。あの時はジャニーズの時は可愛かったけどイケオジになったねみたいな感じ、まあ、そういう見方はされるんですよ多分ね。普通の人たちに比べたらやっぱり芸能人だよね、かっこいいよねと、かっこいい年の取り方してるよねってなるけど、タケル君なんか例外な気がしますよね。明らかにかっこよくなってるっていうね。もう若い時は可愛い感じだけど、今は普通にかっこいいします。体型が変わらないですよね。だから相当ストイックにやってんだなって感じがあるしね。もうなんならだって、ね、昔は痩せたりするじゃないですか、役によっては。まあ、すごいメンテナンスはしてるんだと思うんですよ、自分メンテナンスはね、ストイックにね。その徹底さがもう芸能人の中でもすごいんだろうな。佐藤健君って20代の頃よりも30代になってからの方が人気出てませんかと思うんですよね。今だって無敵に何やってもランキング1位じゃないですか。ある意味90年代のキムタクみたいな感じですよ。何やっても1位になるって、抱かれたい男ナンバーワンとか、結婚したい彼氏にしたいナンバーワンみたいな。今やっぱり50近くになって、それはそれでキムタクやっぱかっこいいですよ。昨日もねラブラブアイスで出てたキムタクはめちゃくちゃかっこよかったです。とにかく吉田拓郎さんも最後にゲストでキムタクを選んだ木村拓哉さんを選んだのはかっこいいからだと言ってましたよね。やっぱオーラが違うと、昔の石原裕次郎のようだみたいな感じのこと言ってたんで、まあ、確かにかっこいいし、あのジャニーズシニアってやってダンスもしてて踊りもキレキレでめちゃくちゃ良かったんですけど、すごい良かったですけど、やっぱ木村拓哉さんもものすごくストイックだと思うんですよ。まあそうですね。だからタケル君が30代の中ではそういう面では一番、うん、劣化しないかっこよさを持ってと、なんかそういう風に感じたっていうね、そんな話でした。